言ってんだろ、ノッコンと柴田は20キロの鉄アレを60回つってるよ、言ってるよな、うんうんってみんな言ってた、ジェームスケートボードで見せてもらいたいよね、一回ね、本当に。負けてもいいんだよ、別に。とりあえず見せろよって。ね、俺はとりあえず置いといていいから、お前らの中で勝負しろよ、みたいな。ね、お前らの中でさ、ちょっと順位つけてみろ、みたいなさ。どんぐらいなんだよ。とりあえずやれへんねんよ。なんで見せらんねんよ、お前ら。すげえ腰抜けじゃないですか。チキンばっかだよ、ほんとに。俺に勝つ負ける、まあそれはいいよ、とりあえず置いといて、お前らの中の順位をつけろよ、20キロ何回、あと逆立ち何回ね、やってくれっつってんだよ、俺は、ね。子供たちなんかちょっと特に知りたいと思うんだよ、女性もね、やれっつうんだよ、南野と西成も。ね、売られた喧嘩っつってんだからね、お前そんぐらいやってこいって、お前らさ、パワー系でやってんだから。ね、朝倉未来とかも やれっつってんだよ、本当に。やれいいんで、とりあえずよ。20キロ何回上がるんだよ、本当によ。ね、それやれっつってんだよ。それが一番たあの強さが出んだよ、本当に。やれっつんだよ、本当にさ。なんでやってんの？レベルが知りたいって言ってんだから、ね、あこのぐらいになったらこのぐらい俺も強いのかなって思いたいわけじゃん、視聴者とかあんなさ、ね、だから朝倉未来とか海とかウリタとか何回できんだよ、ノッコンとかその柴田とかでかいのやつらも、南野とさ西田にもどんぐらいできるんだって、やってみろって、ね、何回できるか見せろって言ってんだよ、いいから来てよ、まあ、お前ら300回もできねえだろ、300回も5回500回もね、とりあえずお前100回もできねえんだったらよ、ね、2分以内で終わるんだからよ、見せろっつうんだよ、2分で終わることができねえのかっつってんだよ、青汁王子お前とかよ、なっぴりやと何にもその兄弟とうるせえんだよお前、
なんあ、団子じゃねえか。あの、なんか、深三兄弟か言ってんだから、見せてくれよ。お前、どんだけ強いんだよ、お前。なあ、ふざけんだよ、お前みたいなカップが、お前が見てる。